ちは、ケイスタンダードスタイルのケイです。今日は梅雨明けということもあり、バーミューダ諸島についてお話したいと思います。バーミューダ諸島は、その名の通り、バーミューダ諸島が生まれです。そして60年代にアメリカにアイビーと一緒にやってまいりました、ファッションとして。それについて語りたいと思います。フォーマルなバミューダショーツに関しては、我々は4年に1回見ることができます。それはオリンピックです。まあ、冬季を入れますと2年に1回ですかね。バミューダショーツの代表が必ずバミューダスタイルで登場します。これはソウルの冬季オリンピックじゃないかと思うんですけど、赤いショーツが入ってますね。かっこいいですね。紺のブレザーに赤いショーツ。そして、清掃はやはり黒のハイソックスに革靴ですね。これが清掃です。スニーカーではなくて。ですから僕も、まあ、こういった形で50年以上前に覚えたスタイルで登場しています。なぜかこの方が心地がいいんですよね。はい、そうですね、50年以上前、ハイビー時代、学生の頃覚えたスタイルがこれなんですけど、やはりその時からこういったウールパンツにハイソックス、そしてチャッカーブーツを履いてました。チャッカーブーツは当時は平和堂という、駿河台にある、靴屋さんですね。今はもうないんですけど、残念ながら。そうですね、これで、3足目ぐらいですかね。あまりに気に入ってて、なぜか、バミューダの時しか履かないんですけど、3足目なんですよ。こういった形なんですけど、なんでもない普通のバミューダ、チャッカーブーツなんですね。やはり自分にとっては、オールデンではダメなんですよ。普段はオールデン履きなんですよ、チャッカーブーツも。ただ、なぜか、こういったバミューダの時はこの靴が僕にとっては最適なんですよ。まあ、これは個人的な意見なので、これが絶対っていう言い方じゃないです。思い出っていう感じかもしれませんね。こういう形でいつもブラブラしてましたね。今の学生たちとまるで違う格好だとは思うんですけど、はい、平和堂っていう靴を覚えてらっしゃる方は多分、昭和30年までの生まれの方じゃないかなというふうに思います。そして当時は香港シャツもいましたけど、このように半袖のシャツですね、白シャツに黒のニットタイ、これが我々、青春、若い者の青春でしたね。こういう半袖もなかなかそういう意味では洒落たものでしたね。60年代から始まったバミューダショーツもその後変遷を重ねて、最近ではすごくカジュアルなストリート系の格好にもなってきますね。そのあたりもこれから解説したいと思います。では、ストリート系ということで、もう一度バミューダ商品に対して説明します。最近このように、上下一体のアンサンブル的な、感覚が出てきてます。まあ、僕もそれに習って、やりましたけど、いかがでしょうか。まあ、こういう時は黒のハイソックスでなくて、もちろん素足の方もいらっしゃいますが、僕の場合は、白ソックスですね。あくまでソックスを履きます。そんな感じです、まあ、自分にとってのニットタイは欠かせないですね。で、あまりにそうするとドレッシュすぎるかなという感じで、例えばアナザーカントリー風に、まあ、こうやってマイクを、はい、まあ、中に入れるって感じはありますかね。そうするとちょっとふざけた都会の坊ちゃま、不良坊ちゃま、まあ、僕はそうは見えませんけど、まあそういう感じ、匂いとしてはという感じですかね。はい、まあセーター一枚でいろいろこなすことできますけど、ね、まあ、たまたま紺しかなかったんですけど、本当は白とかの方がいいんでしょうけどね。まあ、こういう感じでスタンダードやつだと思います。まあ、このようにバミューダショーツっていうのは使用範囲が広いものになると思います。バミューダショーツの膝丈だけですけど、特に規定はないみたいですね。
膝の前後ですから、この穴から下、この辺までだったら膝前後ですとバミューダ諸島の定義になるということです。はい、まあ、バミューダ諸島は最近はタックスヘイブンと言いまして、マネーロンダリングで有名になっちゃってますけどね。まあ、一応変な言い方ですけど、バミューダ諸島という名前が残っていくだけでも非常に嬉しい限りですね。60年代世代の僕らにとってはということで、今日は、バミューダ諸島の話をいたしました。ありがとうございました。